平道森。平の道森は平安時代末期の平家の武将。平則森の着難。平の則津らの二位。妻の一人は正細将、越前三位と呼ばれた。本名は後世。父の則森は平の清森の弟で平氏政権樹立と共に則森の家系も栄達することになった。父の則森は 門脇中納言と呼ばれ着難の道森も幼くして、従後した蔵人に認じられ、順調に昇進を重ねる。兵士の財源の柱は、治行国支配であり、その中でも、大国の越前国は重要な収入源だった。越前国の治行国主は、清森の着難の平野の盛森であり、老いの道森は国主となり、支配を固めた。ところが、自三年。 1179年に、重森が死去すると、後白河法皇は、越前国を取り上げ、道森も国史を解任されてしまう。清森は、この措置に起こり、やがて、同年11月の自称3年の政変につながる。この政変によって道森は、越前守に復帰している。自称4年、1180年5月の持人王の挙兵に橋を走って、各地で、 藩兵士の放棄が起こる。その中の最たる者が、関東で挙兵した、源頼朝と信濃国で挙兵した、源義仲だった。頼朝、義仲の叔父で、持ち人王の挙兵に関与した、源の行家も三河国、尾張国で、勢力圏を築きつつあった。要は元年、1181年3月、平重平を大将とする、行家討伐の軍が派遣され、 道森も従軍。砂又川の戦いで雪恵を撃破する。北陸道の加賀国、能登国でも、在地の源氏が春道し始めていた。越前守の道森は、いとこの平常政と共に、この鎮定を命じられた。同年9月、越前国に族都が乱入して、大野軍、坂北軍に放火した。国府にあった道森は、 国中が従わない状態になっていると報告を送っている。越前国水津の戦いで道森の軍は、越前、香川の国人、源義仲配下の根雪地下に敗れ、国府を放棄して、鶴ヶ城、鶴ヶ城への退却を余儀なくされている。援軍を求め、平野乗ね、雪森らが送られることが決まるが、道森は鶴ヶ城を放棄して山林へ逃れて、11月に、 帰郷している。北陸道は吉中に侵食されることになった。樹永2年、1183年4月、平これ森を総大将とする、源の吉中追悼軍、平家物語によると10万期が編成され、道森も大将軍の一人として従軍する。追悼軍は、越前国引きり城の戦いで勝利を収めた。5月に入り、これ森らの主力7万期は吉中を追って、 加賀国から越中国へ進出。道森は平友則と三万機の兵を率いて、能登国の反乱鎮圧に向かった。だが、これ森の主力軍が栗から峠の戦いで大敗を喫してしまう。道森も能登から撤退。吉中は逃げる兵士軍を追撃し、篠原の戦いで北陸追悼軍は壊滅した。同年七月、京都の維持が難しくなり、 兵士は都落ちをする。慶は、源の義仲が支配することになった。だが、義仲は慶の統治に失敗し、後白河法皇とも対立するようになる。同年うるう十月、佐抜国屋島の兵士の本営を攻略すべく、義仲は、足利義を派遣し、備中国水島で、都会のための水軍編成の準備をさせるが、そこへ、平友森を総大将とし、乗り盛り。 道森、のりつねを副将軍とする軍勢が襲撃、吉中軍は壊滅し、足利の力よは自害してしまう、水島の戦い、平氏軍の久々の勝利であった。いよいよ辛抱を失った、源の吉中は、後白河法王を遊兵して、強引に政権を握ろうとするが、樹英三年、1184年正月、鎌倉の頼朝が派遣した、源ののより、 義経の軍に滅ぼされた。一方、兵士は、摂津国福原へ進出して、都の奪回を伺うまでに勢力を回復させていた。同年2月4日、福原を攻略すべく源の乗り寄り、義経の軍が刑を発行。兵士は、福原の外周に防御陣を築いて、これに備えた。山手の陣には、道森と弟の乗りが敗された。 道森には小彩将という妻がいた。平家物語によると決戦を前に、沖合の兵士の戦団から妻を呼び寄せ最後の名残を惜しんでいたが、豪遊で知られる弟の乗り継から、そのような心がけでは、合戦の役には立ちませんよとたしなめられてようやく船へ返している。二月七日に、矢合わせとなり、激戦が繰り返されるが、一の谷の戦いで兵士は海に向かって、 敗走を始めた。道森は、港川の辺で、佐々木としつなに撃たれた。平家物語では、敗勢の中で自害しようとするが、木村主月な玉井女系らに取り囲まれて撃たれている。この戦いで、弟ののりつね、な森も討ち死にしている、東鏡による。のりつねについては別の資料に、生存の風文があり、壇の裏の戦いで戦死したという説もある。去年 2月13日、道森の首は打ち取られた他の一門の者たちと共に、刑で獄門にかけられた。妻の詳細章は、夫の死を悲しみ、八島への帰路に、海へ身を投げて、道森の後を追った。他には、東鏡の文治元年12月17日の校に、越前三位、道森教一一人悲壮での、とあり、聖母は不明だが、 鎌倉の平家残党狩りによって明らかになった息子が、いったことが判明している。通り子かどうかは不明また、鶴岡八幡宮武装次第によると、源の佐根友暗殺の際に権威をかけられた、平則利森の孫とされる僧がいるが、出家した、通り子かの利森の別の孫なのかは不明。平家物語の詳細書とのエピソードが、どの程度真実かは不明だが、実際は、 平家本流の宗盛たちと院への関係強化という政治的な要素が濃い。もともと上西門院と後白河法皇の指定は当人たちだけでなく関係者たち同士のつながりも深く、これらの事情からして道森と詳細章にしても完全な恋愛結婚とは言い切れない側面がある。茂子は賢春門院の女房だった時に当時上皇だった後白河法皇に見染められ、 日となって、高倉天皇が誕生している。源の頼朝も、上西門院の皇后旧堅昇進や倉人を、勤めていた時に、同じ御所に住んでいた後川法王の、男色相手だったのではないかという説もあり、平治の乱の際の池前にから平の清盛への、頼朝の除名嘆願は、上西門院や後白河法王の意向もあったのでは、ないかと言われている。日付イコール旧暦 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。